こんにちは、チョメです。量の特典やっていきます。パート4分の3、課題セット4分の1からです。ダンブルドアの校長室にね、呼ばれたので、今来ているところですね。こんにちは、先生。マコゴナグル先生から、先生が僕と話したがってることを聞きました。うむ、どうやら深刻な状況が発生しているようじゃな。わしの話をよく聞いてくれ、ミスターゲームズ。君の手助けが必要になるからな。3時間星5個で合格。何が起こったのかを聞く。君も知ってる通り、ホグワーツの砂時計には宝石があしらわれている。かー。他の人はもうこのことを知ってるのかな？大丈夫だよ、ホークス。僕に包み隠さず話してくれるなんて僕を信用してくれてるんですね。ホグワーツの砂時計は生徒も先生も愛着を持つ大切なものじゃ。ホグワーツの砂時計を見つけてほしいんじゃ。僕に何かできますか、先生？大広間から砂時計が消えたんじゃ。危険な状態が起こってないといいんですけどね。伝言を受け取って急いできました。君も知ってる通り、ホグワーツの砂時計には宝石があしらわれている。かー。他の人はもうこのことを知ってるのかな？ええ。寮の特典の砂時計がなくなったんですか？うむ、君とすぐにでも話したいと言った理由をこれで分かってもらえたかな？これ大変ですよね。はい、もちろんです。大変なことになりましたね。うむ、ホグワーツの砂時計は生徒も先生も愛着を持つ大切なものじゃ。学校中がパニックにならないように一時的な処置として特別な幻想呪文を使っておる。じゃが本物の砂時計には希少価値の高い宝石があしらわれておるのじゃ。すぐにでも取り返す必要がある。わかりました。それを見つけるために僕の手助けが必要だったっていうことですよね。その通りじゃ、砂時計がなくなるきっかけになったと思われる出来事のことを考えると、誰にも気づかれずに砂時計の場所を突き止めて取り戻すことができるのは君だけじゃ。探し始める前に質問したいことはあるか？僕は叱られるんですか？どうして僕に頼むんですか？質問はありません。これ、なんで私に頼むんだろう？叱られるようなことしたのかな？ちょっと左も気になるな。真ん中にしてみるか。でもどうして僕に頼むんですか？最近生徒たちが妙に寮の特典に固執しておる。それが仕方ないのは分かっておるが、競争心が強くなりすぎて生徒たちは周りが見えなくなってしまっておる。君はその競争に関与しておるから、その特有の洞察力でことを悪化させずに解決させることができると思うんじゃよ。わかりました。なんとかやってみます。まずは最後に砂時計を見た場所を調査することから始めるのが良さそうだな。大広間に行って砂時計に何があったのか示す手がかりを探し始めよう。手がかりを探そう。急いで来てくれ。ダンブルドアの話を早く聞きたい。過去の冒険はぐにゃぐにゃってなってますね。やあチョメ、たった今マダム・ビンスから寮の得点を30点もらったよ。レイヴンクローがどれだけ頑張ってるのか知りたくて砂時計を確認しに来たんだ。そうか、よかったなアンドレ。でも悪い知らせがあるんだ。これは本物の砂時計じゃないんだよ。どういうことだ？本物の砂時計が消えちゃったんだ。これはダンブルドアが幻想呪文で出現させた幻なんだ。え？最悪の事態じゃないか。うん、ダンブルドアは寮の得点の勝負が原因で亡くなった可能性を考えてる。それで僕が何が起こったのか突き止めることになったんだ。ここには手がかりを探すために来たんだよ。そうか、悪いけど僕は何も見てないから力になりそうにない。だけど気を落とすことはないよ。他に手がかりがあるなら僕に話してくれ。そっから推理する手助けはできると思うから。他の手がかり？そんなのまだないよ。なるほど、それじゃあこれはまだ調査を始めたばかりの新しい事件なんだな。それじゃあ君の調査が軌道に乗るように手助けするよ。君と僕はレイヴンクローだ。レイヴンクローの知性とか起点が役に立つかもしれない。そうだな、それじゃあ僕が知ってることを話すよ。そこから何が起こったのかを推理してみよう。8時間星5個で合格。推理する。勝負に勝つために作戦を立ててるんだろう。君たち2人が協力してるのを見れて嬉しいよチョメ。魔法を使ったのかも。ホグワーツの砂時計をずっと調べてるんだ。高価な宝石がたくさん散りばめてあるんだよ。僕だったら何か盗みたいときどうするだろうか。あの二人が何か企んでないといいんだろうけど。砂時計はすごく大きい。
砂時計は大きい。生徒が魔法を使わずに持ち出せるわけがない。ダンブルドアの魔法はすごいな。本物に見える。誰にも気づかれずに砂時計を持ち運ぶのは至難の技だ。どうやって誰にも気づかれずに砂時計を持ち出したんだ。犯人が誰にも気づかれずに砂時計を持ち出したのは確かだ。勝負に勝つために作戦を立ててるんだよ。僕は砂時計を持ち上げられるような気がしないよ。魔法を使ったのかも。これは注意深く考えよう。砂時計はすごく大きい。いろいろ調べた結果、犯人は魔法を使って砂時計を動かした可能性が高いな。うん、砂時計は大きく持ち運びにくいから普通に運んだら絶対に誰かに見つかる。そうだな。砂時計の大きさが問題なら犯人はレディ仕様を使って小さくしたかもしれない。そうすれば誰にも気づかれずに砂時計を運び出すことができる。なるほど、それだチョメ。きっとその呪文を使ったんだよ。やっぱりレイヴンクローなだけあるよ。さすがに頭が冴えてる。そう言ってくれるなんて嬉しいな。ありがとう、アンドレ。これで持ち運んだ方法が分かった。この問題が起こった原因が僕たちの勝負にあるとダンブルドアが思ってるなら、運び出した動機も何か分かったと思うよ。あとは誰がやったのかを突き止めるだけだ。この勝負に対して強い気持ちを持ってる人だと考えるのが自然だろうな。それに君とメルーラが大広間で喧嘩した直後に起こったことだから。あの時あそこにいたのは僕たちだけじゃない。ベインやペニーもいた。あそこにいた人が持ち出したって可能性が高いぞ。うん、そうだな。君と僕はこの問題を一緒に解決させようとしているから、僕たち二人は容疑者から外していいと思う。ということは考えられるのは僕たちを除く他3人。その中に犯人がいるのなら、砂時計を盗んだのは誰だと思う？いや、これ、メルーラずっと疑っても、かわいそうですよ。これ、ある意味、ペニーがずっといたじゃないですか。ペニーそんなことしないと思うんですけど、ペニーにしてみるか。僕はペニーじゃないかと思ってる。ペニーヘイウと、あんな純粋なペニーがやるわけないよ。うん、私もそう思ってるけど、ずっといたから。ペニーがこんなことをするなんて僕には思えない。いや、多分、ハッフルパフの点数がめっちゃ少ないから やっちゃったみたいな感じもあるんじゃないかな。どちらにしても仮説を立てるのはいいけど、その仮説が間違ってたら不必要に人を遠ざけることになるよ。そうだな、僕の犯人の推測にしても砂時計の隠し場所にしても、もっと情報を集めるまではうっかりしたことはできない。だから次は容疑にあがってる3人と1人ずつ会って、それぞれから話を聞くのが一番いいんじゃないかな。そうすれば砂時計が消えるまでの一連の流れが見えてくるだろうし、誰かが辻褄の合わない話をするかもしれない。うん、いいアイデアだよ、チョメ。それじゃあ友達を探してくる。集まったら質問できるように君に知らせるよ。ありがとう。みんなには中庭に来るように言ってくれ。そこで何が起こったのか話そう。ペンに質問する。今なら話せるよ。でも急いでね。ハグリッドが寮の得点を与えられる立場だったら、もう何百万点になってるのに、何百点ね。ベン・コッパーを脅かしたいと思ったら僕に声をかけてくれ。さっきアンドレを廊下で見かけたよ。不安そうな顔をしてたけど、何かあったのか？やあ、チョメ。君が僕と話したいってアンドレから聞いたよ。ホグワーツの砂時計がなくなったんだ。友達の誰かが運び出したかもしれないって考えてるんだよ。まさか僕だと思ってるわけじゃないよね。僕はそんなことするタイプじゃないよ。仮に僕が盗もうとしてたとしても、僕には到底できなかったよ。そうなのか？どうして君にできなかったのか説明してくれないか？そうすれば何か新しいことがわかるかもしれない。私はベン疑ってないですけどね。3時間星国で合格。ベンのアリバイを調べる。君が他の場所にいたことを保証してくれる人はいるか？勉強に戻らないと。薬草学の教室にいる時にアンドレに声をかけられたんだ。許して話してくれ。詳しくね。ホグワーツでまたいい一日を過ごせてる。気分がいいから噛みつきフリスビーを散歩に連れて行ってあげようかな。ホグワーツの砂時計が何かおかしいって話聞いたか？妖精の呪文学でズルをするのを手伝ってくれたら、君に寮の得点を譲ってやるよ。君がどこにいたのか何をしてたのかを聞かせてほしいんだ。ベンが嘘ついたりしないよな。君が他の場所にいたことを保証してくれる人はいるか？
この問題が起こった時、僕はスプラウト先生から得点をもらおうと頑張ってたんだ。さっき君と会ってから僕はずっとスプラウト先生と一緒にいたよ。勉強に戻らないと。分かってるよ。スプラウト先生に見られてる中で砂時計を盗むなんて無罪だ。薬草学の教室にいる時にアンドルに声をかけられたんだ。詳しく話してくれ。つまり君はずっとスプラウト先生と一緒にいたから盗めるはずがなかったんだな。うん、そうだよ。さっき君と会った後、僕は特にうるさいキーキースナップをなだめるのを手伝ってたんだ。僕が砂時計を盗もうとしてたのなら先生に気づかれてたはずだよ。先生に直接聞いてみるといいよ。僕の言うこと信じてくれるよね。いやー、まあ信じられるよ。信じるよベン。そうか、まあ信じてくれるに決まってるよね。君が僕を疑うなんてそんなことあるわけない。僕が犯人じゃないと分かってくれたのなら、ことの真相を突き止めるのは僕も手伝うよ。手伝うってどうやって？グリフィンドールで一番無視されがちな特性、高潔さを使うんだ。君はレイブンクローだからな、知らないかもしれないけど、グリフィンドールは困ってる人がいたら手を差し伸べるタイプなんだ。その中でも特に高潔なグリフィンドールを知ってるから、その人に頼めば絶対に手を貸してくれるよ。そのグリフィンドールっていうのはほとんど首なしに行く。そうか、グリフィンドールのゴーストとして城のどんな場所も自由に行き来できるもんな。誰かがどこかで砂時計を隠そうとしてたら、ニック卿がその様子を目撃した可能性がある。うん、ニック卿ならさっき大広間で見かけたから、そこに会いに行くといいよ。それじゃあ大広間でニック卿を探してみる。砂時計を見つける手助けをしてくれるかもしれない。ニック卿と話す。ニック卿が今から大広間に行くって言ってたよ。急いで。服も着替えればよかったですね。大広間にやってきました。ニック卿はいないな。ベンはここで見たって言ってたのに。そろーっと現れてきたね。誰か私の名前呼んだか。ヘンリー7世の法人だった私の功績について聞きたいと思っているのかな。実は君に協力してもらえないかと思っていることがあるんだ。ああ、いいぞ。我々グリフィンドールは困ってる人を放っておけるタイプではない。それに主席のためなら何だってするつもりだ。さあ、どうすれば力になれるのか聞かせてくれ。すごく大切なものがなくなったんだ。おかしな行動をとってる人を見なかったか？いいよ。何も奇妙なものは見てない。そうか、君が何かを目撃してたり、聞いたりしてたらと思ってたんだけど。まあ音なら聞こえたな。今日城の中を回っていたら肖像画がブツブツ言ってるのが聞こえてたのだ。その時は何も思わなかったのだが、聞こえてきたことを話そうか。君なら何かわかるかもしれない。うん、肖像画が何を言ってたのか教えてくれ。手がかりになるかもしれない。8時間星5個で合格。肖像画の話について聞く。僕を手伝ってくれるなんて君は高潔だな。太った夫人は二人のデスイーターの娘はずる賢いと言っていた。イスメルダ・マークのことを話していたのかと思ったが、彼女は授業を受けていたのよ。手がかりは見えてこない。この話で何か乱せるといいんだけど。ちゃんと聞いててくれ。いろんな話が聞こえてきたんだな。みんながこそこそ動き回る杉谷のことを話してた。手伝ってくれてありがとう。これで問題を解決に導けるかもしれない。僕を手伝ってくれるなんて君は高潔だな。手がかりが見えてこない。この話で何か乱せるといいんだけど。ちゃんと聞いててくれ。キルケが杉谷の魔女がこそこそしてると言っていたと思うが、何か心当たりはあるか？複数の肖像画が髪の毛の尖った杉谷を見たと言っていた。聞いたことを全部教えてくれ。肖像画は杉谷が城の鍵になった部分をこそこそ歩いたって言ってたみたいだな。ああ、なるほど。そう言われるとその通りだな。私には全く何のことだかわからなかった。肖像画は二人のデスイーターの娘で、とんがった髪の毛の杉谷の魔女がこそこそしていると言っていた。その車種にぴったりで城の中をこそこそ動き回りそうな杉谷の魔女に心当たりはあるか？これメルーラになるのかな？一番左。イスメルが今回出てないですもんね。ちょっとメルーラにしてみるか。
そのシャツに合う魔女はメルラスナイドだ。ああ確かにそうだな。彼女はデスイーターを親に持ち、髪の毛がとんがっている。メルーラが何か企んでるみたいだな。最初はピニーが砂時計を取ったと思ってたけど、僕の推測は間違ってたみたいだ。メルーラを追えばどうしてこそこそ動き回ってるのかわかるし、隠し事があるならそれを明らかにできる。手伝ってくれてありがとうニック。今日今からメルーラを探しに行って砂時計がどうなったのか突き止めてくるよ。これでパート3を完了しました。褒美映画の通りです。ゲット。次回パート4やっていきます。ちょっと次回予告見ます。あと、新しい星集め始まりましたね。メルラが廊下にいるよ。見失わないように行った方がいい。過去の思い出だから。ね、このような感じですね。で、右下のやつ。これどんどん今始まってますね。これ裏でちょっとやってますんでね。星をゲット。